なんか怖い。いや、それだけのことを2人はしたからね。みなさんこんにちは、ポテチン TV のみーちゃんです。れちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は普段怒らないポテチンを怒らせたいと思います。イエーイ。さて何をするかと言いますと、こちら、いつも妹のデスクにあるこれ。皆さん、これにゃんこ先生の貯金箱って知ってましたか？今回はこの貯金箱のお金で買えるだけ釣り具を買ってポテチにプレゼントするってドッキリをしたいと思います。自分のお金で買ったとは知らずに大喜びした後、ネタバラシをしたら一体どんな反応するでしょうか。ということで、まず貯金箱にいくら入ってるか数えてみたいと思います。500円なんだけど。やば。マジか。結構入ってる。めっちゃ入ってる。おお。めっちゃ寝てるじゃん。出てきたくないのかな。出てこない。はい。全部出ました。いやーすごいね。めっちゃ貯めてたね。何やってたの。いくらあんだろうこれ。数えてみよう。よし。はい、並べ終わりました。いくらでしょう。何列ある？1、2、3、4、5、6、7、8、9。九。九五。45,000円と2,000円。47,000円。すごい、めっちゃ貯めてんじゃん。やった、ルンバ買おうかなこれで。待って、なんでルンバ。ロボット欲しいから。待って、兄ちゃんロボット欲しい。これやったら買えるよね。多分買えると思うけど、ダメだよね。本気で怒られると思うよ。じゃあせめて釣り具じゃない。釣り具、この金額で買える釣り具ってなんだろうね。いやちょっと釣りのこと全然わかんないから、調べてみれば。調べてみようか。はい、何買うか決まりました。これ喜んでもらえるといいんだけどね。ねで、今から近所の釣り具屋さんにお姉ちゃんと二人で一緒に買いに行ってきます。何に入れるこれ。何に入れよっか。はい、皆さんただいま買ってきました。よいしょ。買ってきたね。釣り具屋さんあんま行かないけどさ、面白かったね。だからなんかさ、すっごいいろんな意味わかんないって言ったらすごい失礼なんだけど、何これっていうのいっぱいあったよね。それ超巨大パン粉。あれ何。そう、みーちゃんが一番食いついてたやつね。あれとんかつ屋だよね多分。買うに来るの業務用みたいな、ね、あっち業務用だったね。あれ何使うの。なんだろうね。まあわかんないからいっか。でこれ買う時にさ、やたら店員さんに本当に買うんですかって言われたんだけど、あれ何。なんか変なもの買ってんのかな。うちら、いや買いますって言いましたね。で買ってきました。でこれをあさってお姉ちゃんと私とポテチンで3人で撮影する約束してるので、その時に渡したいと思います。はい。怒るかな。怒んないんじゃないポテチン。私だったら結構切れるけどね。遅いねポテチン。ねえ、まだ帰ってこないのけ。もう帰ってくるってさっき連絡あったんだけどね。さっきか。まあでももうすぐ帰ってくるんじゃないかな。ただいまー。あ、帰ってきた。あれ、なんか全然早くない。おかえり。ただいまっていうか、用意周到。そういうのいいから、とりあえずさ、撮影するからさ。帰ってきて早々冷たいな。もういいから早く。
え、もう撮影準備万端だから。え、ちょっと待って、私着替えてないよまだ。大丈夫大丈夫、いいから、スーツそのままでいいから、どうぞどうぞ。はい。え、っていうかさ、今日何の撮影？うん、いいから挨拶かで。いいから、早速。あ、うん、分かった。ちょっと待って、いいよ、かわいいよ、大丈夫、ありがとう。ありがとう。はい、はい、じゃあ行きます。皆さんこんにちは、ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。カット。はいはいはい、カット。うん、何、なんかおかしかった。うんうん、ちょっと待ってね。うん、何、どうした。はい、プレゼント。プレゼント、何、何のプレゼント。ねえねえ、日頃のね、感謝を感謝を込めて。本当に、うん、ありがとう。でもなんか私、え、ちょっとなんかお姉ちゃんとみーちゃんからだからさ、ちょっと怖いんだけど。なかなかいい重さしてるし。ねえ、ねえ、純粋に喜んでいい。うん。ありがとう。開けていい。いいよ、早く開けて。あ、分かった。いやだってさ、うん、怪しいじゃん、二人からだから。マジでこれ本当に。え、ちょっと待って、開口入ってんだけど。でもさ、何だって2人でしょ。え、絶対中身開けたらさ、あのコスプレの衣装でしたとかさ、あのなんかビキニでしたとかじゃないの。いや、失礼でしょ。信じてますよ。あ、いや、ちょっとなんか袋が入ってる。ガチ読んだ。いや、マジ。え、ちょっと待って、これ本物の缶コーヒー入ってる。やった。え、本当に、え、2人って買いに行ってくれたの。うん、2人で買いに行ったよね。そうそうそう、買いに行っちゃう。ちょっと泣きそうだ。じゃあ、はい、これ。何これ。これ明らかにこっち見るよ。これ何？何だろうね。何だろうね。え、お釣り。お釣り。そう、お釣り、お釣り。え、何の、なんか私頼んでたっけ。いや、お釣り、お釣り、お釣り。え、何のお釣り。とりあえず、それ、にゃんこ先生に返しといて。にゃんこ先生のほら、あれ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 は？空っぽ？は？空っぽなのそれ？お釣り？え？いっぱい入ってたじゃん。いっぱい入ってたよね。うん、空っぽじゃん。え？何？え、どういうことこれ？え？開けても一緒だから。一応見るんだ。いや、なんか笑うことじゃない。あ、え、これ500円玉いっぱい入ってたでしょ。ね、めっちゃ入ってた。で？で？で、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 それが、うん、のお釣り。そうそうそう、これが。理解早いね。うん、さすがだね。さすが。これは、うん、2人が買ってくれたんだよね。そう、買いに行ったよね。そう、買いに行ったよ。超楽しかったね、釣り具屋さん、うん、買いに行った。そう、買いに行った。買いに行った時には、うん、の、うん、ちょっと理解できてない。お金はこれ、これ。そうそうそう、そういうこと。あのさ、いや、リールは嬉しいよ、嬉しいんだけど、うん、ね、ちょっと待ってね。何？私さ、言ってないんだけど、ちょっと待って。私さ、
何それ、あの年明けにさ、うん、買ったんだ。何を？新しいリエル。一緒のかな。いや違う、ちょっとなんか箱違うね、うん、違うから別のやつ。箱が違うとかじゃなくて箱違うレベルじゃない。全然違うんだよ。めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。色違い？赤なんだね。色違いとかそういう問題じゃない。可愛いね。めっちゃ可愛い。それ色違い全然違うからね。全然違うらしい。全然違うんだよ。全然違いが分かんない。こっち大和さんのやつね。うん、大和、うん、でこっちあの島野さんのやつでね、うん、全然違うんだ。何がどう違うの？全然違うんだよ、性能的なものとか。で私これ買ったの自分で、うん、自分のお金で買ったの、うん、これも私のお金ってことだよね、うん、そうだよね、うん、うんうん、そうリール、ごめんちょっと声が大きくなってるけどさ、リール新しいの2つあってさ、私どうすればいいの？え、2個あっても良さそうじゃない？そうだよね。カスタマイズすればいいじゃん。いやいや、そういう問題じゃないんだ。カスタマイズ？わかんないけどいいじゃん、いいじゃん。そうだよ、ね、結構いいのか可愛いの。ちょっと熱くなってきた。意味ないの？え、あのね、これでもさ、ポテチ、うん、あの貯金箱の中にいっぱいあったじゃん、もう100円玉。うん、あったよ。あ、何使う気だったの？あれ、にゃんこ先生のなんかぬいぐるみとかグッズ買おうと思ってた。そんなのに使う気だったの？そうなの？そんなのに使う気だったの？そうなの？うん、そうなの？何そんなのって。まあいいや、ちょっとどいてどいてどいて。つかマジで怒ったね。怒ったね。いや、やっちゃったね。怒るよねこれは。怒るよね。めっちゃ、たださ、これどう収集つけるか何も考えてなくない？うちら考えてない。どうしよう、どうしよう。まあ、あそこまで怒ると思わかったしね。いっそのこと2人で買ってあげよう。寝どっきりじゃん。ねえ、機嫌直してよ。あの、まあ2人はドッキリの気持ちでやったんだろうけどさ、やっていいこととやっちゃいけないことって多分あると思うんだよね。怖い。確かに怖いから。何やってんのそれ。何それ。ねえ。ちょっと邪魔だから。もうそんな怒らない。めっちゃ怒ってるね。ねえねえ、怒んないで。ねえねえ、ねえねえ、何それ、何言ってんの本当に。怖っ。なんだろうね。はい、えみーちゃん、エンターキー押して。押すの？うん、なんか怖い。いや、それだけのことを2人はしたからね。押したらなんか終わる。覚悟できてんでしょ。なんか終わる。終わるんじゃない？押すよ。押していいよ、ネタキ。激しい激しい。何？ああ、みーちゃん、え、何？お姉ちゃん何笑ってんの？怒ってない。知ってたの？怒ってない、怒ってない。え、何これ、私何知ってたよ。え、てかね、あのね、二人ともね、爪が甘いんだって。
私にゃんこ先生どこやったっけ。だってね、この食器パック、私がこれ1日に1回触らないことがあると思う。聞いてない、ここにあったやつをさ、ふって触ったらさ、軽ってなったしさ、まあまあ盗まれたと思ったよね。で、絶対犯人ってお姉ちゃんじゃん、確実にお姉ちゃんしかいないから。で、まあ問い詰めたわけよ。したら、まあね、リールを買ってくれたのは嬉しいよ、私のお金だけどね。でもなんか、プレゼントしてくれるって思ったのは嬉しかったから、乗ってあげて。何これ私のドッキリ。でもなんかね、あのせっかくだったらね、怒ったとこ見たかったんでしょ。うん、見たかった、まあ、楽しかった。楽しかった、めっちゃ楽しかったけど、ね、何これ一番気まずい。だよね、気まずかった。あの、なんていうのっけ、密航者じゃなくて、なんていうのっけ。本当だね、そうそう、いや毎日触るの。でもね、ただリールかっていう。もう買ってたからさ、新しいの、はい、ごめん。だからさ、ちょっとせっかく買ってくれたやつを使うためには、まあタックル全部揃えないといけないんだ。タックルって何？え、あの、まあ、さあれと合わせて竿とか、そう、ね、竿とかですね、あとピトンとか竿受けとか全部揃えないといけないんですよ。分かってくれますか？分かりますよね、皆さん、この気持ち。うちらも分かんない。だから、ね、あのごめん、一体いくらかかるんだろう、この二人が買ってきてくれたリールを使うために、私は一体いくら使えばいいんでしょうかっていうのがありますけど、まあ、いくらかかるんだろうね、全部タックル揃えるのに。まあいいか、はい、ということでですね、リール2個分の、はい、タックルを今後近々ですね、揃えていかないといけませんので、2人とも手伝ってね。うちは、はい、手伝ってね、はい、はい、というわけで皆さん、はい、またあの新しい私の装備が来ますので、楽しみにしていてください、というわけで今回はまたみーちゃんとお姉ちゃんが変な企画を持ってきまして、お姉ちゃんの裏切りによりみーちゃんのドッキリ大失敗ということで、もう、はい、こんな動画ですが、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとお礼言って、バイバーイ、はい、次は頑張ります。私まだ何も言ってない。シバーバイバーイ、ダメだって。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポテチンでした。みーちゃんでした。おねちゃんでした。またね、バイバーイ。